甲斐討伐軍はあれですよね、もう甲斐に対抗するために組織されて、で毎年新入隊員を募集している 入ってくるんですけども、今年が567期、567期、だから567年は続いてるんですよね、うん、それぐらいもう組織化されて、もうこの世界の中の、まあ、文化としてももうあるっていう前提でいますよね。で彼ら自身も、まあ、もちろんその能力が、他の一般の人よりも優れた超能力を持ってるっていうのは大前提となっていて、まあ、その力をこう人々を助けるために生かしたいという、まあ、本人たちの意思があって入ってくるというところですね。そうですね、その、まあ、一人一能力でできることできないことがはっきりしてるがゆえに、その、まあ、自分の能力でじゃできないところを、その人の能力を脳をつながって、その赤いケーブルを経由して他の人の能力を使うことで、その場を打破したりとか怪異を倒すっていうところが彼らの戦い方の大きな特徴になってますね。あとはそうですね、結構大きな特徴としては、あの脳が、あの若いうち、若い時ほどその強い、超能力が若い時ほど、その若ければ若いほど超能力が強いという設定があって、その、まあ、彼らああいう見た目をしてますが、その、まあ、成長を抑えられているという側面もありますね。その甲斐討伐軍はその脳を若く保つために、まあ、Y 化剤というその成長を抑制させる、そういう薬を投与されて、それで甲斐と戦っているという背景があります。なのでその、まあ、実はそのああいう若いメンバーがたくさんいますけど、その実は実年齢はもっと上っていうような人もザラにいるっていうのが甲斐討伐軍の特徴になりますね。甲斐討伐軍の中にもその何でしょうかね、その特に能力が優れている人たちという、まあ、7人 そのセプテントリオンという7人のすごい超能力者という階級がありまして、まあ、一般 その甲斐討伐軍の人たちは、まあ、彼ら7人セプテントリオンを目指して日々鍛錬を続けてたりとか、あとはその甲斐討伐軍の中でもその同じ能力を持ってる人たちはいるので、その、まあ、例えば自分がその放電能力、その放電の超能力を使う人だとして、その同じような放電を使う能力者ですごくすごい人に憧れたりとか、そういうことは結構あるかなと思いますね。そうですね、もちろん敵は怪異ということで、まあ、共通して怪異から人々を守るって目的は共通はしてるんですけど、まあ、それぞれのやっぱり意思というか思惑は持ったまま、こうやっぱりね、それぞれが、なんか関わっていく、まあ、そういうドラマが多分展開していくので、まあ、それぞれ楽しんでいただけるんじゃないかなと思ってますね。特にその、まあ、脳がつながって、さっきの能力の受け渡しじゃないですけど、この脳がつながってるってシステムが、ある中での、まあ、絆のあり方です。人とのこの関係で、チームとしての関係性とか、あとは人と他のキャラクターとの関係性のあり方っていうのも、やっぱりこの怪異討伐軍の中でのならではの形として描かれていくかなと思いますので、そこはぜひ楽しんでもらえればなと思いますね。Jogue no novo Xbox Series X.